こんにちは、超タケロスです今「ハリー・ポッター」のゲームすごいうんなんか人気っていうか売れてるみたいなんですけどうん俺としてはなんかね「フォースポークン」と「ハリー・ポッター」あんま変わんないような感じがするんだけど、うん、ゲームとしてはさパッと見なうんどっちもどっちかなみたいな俺の中では。 正直、ね、ホグワーツレガシーもエンディングもフォースポークンもこれああいうあんま外国系のゲームってあんま好きじゃねえのよ。うん。あとうんあと「ホームワーツレガシー」でさ「ハリー・ポッター」の登場人物が出ないっていうのがさ いやだっつうかさ、うん「ハリー・ポッター」の登場人物よりさらに昔の話っていう設定なんだけど「うん、ハリー・ポッター」の登場人物が出るんだったらさこう買いたいなってなるんだけど出ないじゃん出ないから正直。 買うか迷ってるっていうかいややってみたいっていうのもあるうんうん真ん中のハーマイオニーちゃんこの女の子が出たら俺ね意地でもホグワーツレガシー買ってたハリー・ポッターのゲーム買ってた、うん、なんでハリー・ポッターのゲームなのにハリー・ポッターの登場人物出ないねんみたいな ハーマイオーちゃん出てほしかったなあ,あとさキャラクリでさハーマイオーちゃんみたいに、うん、なんか作ってさ動かしたかったっていうか、それなんかできない、いできなさそうって感じ。できないっていう、できないんでしょ。なんかよくわかんないんだけど、うん。ハーマイオーちゃんが主人公だったら、 みたいな設定でキャラクリして冒険したかったっていうのはあるんだようん、なんかそこががっかりかな「ハリー・ポッター」のゲームなの,のに「ハリー・ポッター」が出てこないというご視聴ありがとうございました。